平成ジャンプの有岡大樹、33、と女優の松岡真由、29、が7日、結婚を発表した。有岡の所属する芸能事務所、スタートエンターテインメントの公式ホームページで報告した。平成ジャンプのメンバーでは初の既婚者となる。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所、のタレントの受け皿となるマネジメント会社スタートエンターテインメント。 所属タレントの結婚は今年に入って僕組目となる。写真あり、松岡真由人気女優と仲良し密着三ショットを公開、超絶美女の30層の声、近畿キ,キッズの堂本剛が、桃色クローバー Z の桃田かな子との結婚を1月11日に発表。同16日に、カトゥーンの中丸雄一が元日テレの笹崎リナーナ、3月3日に、ニュース。 の加藤茂明が一般女性、同13日にニュースの小山慶一郎がトリ AAA の宇野美子との結婚を発表した。これまでは嵐の桜井翔、相葉雅紀、V6 の坂本昌行が結婚発表した2021年の3人が最多だった。半年で過去最多を上回る結婚ラッシュとなっている。なぜ結婚が続くのか、テレビ関係者はスタート社所属になり、 タレントの契約形態が変わって、タレントの意思が尊重されやすくなったというのが実情と明かす。また、スタート者にとって恋愛の自由を認めることは過去との決別を示すことができると指摘する関係者もいる。今年に入って5人目の結婚の中で4人のお相手が著名人であることにも注目が集まる。夫婦ともに著名人である場合、お互いの仕事の苦労や楽しさなど共感できることも多い。 また、著名人同士で成功している他のタレント、俳優、女優も近年多いことから著名人同士の結婚も増えているのではないかと話すドラマ関係者もいる。有岡と松岡は、関係者によると、知人の紹介で知り合い、交際期間は7、8年という。共に子役出身で、漫画、ワンピースが好きという共通点も多く、意気統合したとみられる。